私ね、こう見えても子供がいるの。ニモダモ峠にいるの？故郷の村に残してきたわ。帝国のブラッディ狩りにあってね。私がいると、わかるでしょ？ああ。でも、おかしくない？私たち、魔物から村を守るために戦っただけよ。それがある日突然、ブラッディは悪魔だってレッテル貼られた。私が村にいると村が焼かれる。だから追い出されたわ。でもあなたを見ると、私の村もどうなったか。ひどいよ。あいつら、絶対に許さない。だから変えるのよ。私たちで。うん。